皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、5月7日、13時47分。どうしてもね、真面目なこととかいろいろ考えてたんですよ。そしたらコンピューターにいろいろ面白いこと言われ始めて、もう限界来ても笑い始めてしまったんですけども、その理由はね、昨日まあボクシングの試合、大きな、4つの世界チャンピオンの試合があったと。で、東京ドームで、会場も大きくて。で、さすがに昨日は、他の競技のこと、もう一切考えないで、ボクシングの試合、それも、まあ自分が、見た時の、ところからのタイミングでスタートしようと。まあそういうような形だったんですね。で、昨日その、報道ステーションで、その、400メートル、100×4 の、まあ、400メートルのリレー。これ400メートルで4人走ってる時とかも、ややこしいんですけど、100メートル ×4 のリレーなんですけども、そこでね、ヒロダアナウンサーが報道ステーションのスポーツコーナー、安いんですとか何かも、大っぴらに言い始めて、そんなんね、もう、まあ、そのボクシングのね、世界チャンピオンの試合で、東京ドームで試合を行われるのって38年ぶりとかなんですよ。で、主に、まあ、ここ近年では後楽園ホールとかで、世界戦を行われたりしてるんですけども、集客人数が確か2000人以下だったと思うんですよ。そんなに大きくないんですよ。で、それは、昔、プライドっていう格闘技と K1 っていう格闘技が、まあ地上波でもたくさん放送されるようになって、で、ボクシングの人気はすごく低迷していって、で、会場も小さくなったと。で、まあ4団体統一、それも2階級制覇の、まあ、井上尚弥選手だとか、まあそういったところのメインイベントとかもあって、まあ東京ドームで、開いたと。まあさすがに3階席とかは、埋まってなかったりしてますよ。グラウンドのそのリング中央にそのリングを設置して、その周りに椅子とか並べてるから、席数がものすごい数になってるから、さすがにそこまで席数増えて満員になったら、今度輸送網の方がどうなるかよくわからないですね。なかなか帰れないと思いますよ。駅とかでね。まあ、その話は終わりたいです。いろいろ安いっていう話ね。まだそこは踏ん張ってるんですよ。日本は結局決勝でね、まあ、5位になってるんですけども、まあ、バトン最後の走者のところで、ちょっとしたそのバトンの受け渡しの失敗等が発生してるんですけども、その瞬間って結構大きいんですよ。その人間で、その、まあ、足を大きく開いてる、その一つのスライド、まあ、要するに、まあ、2メートルぐらいの幅だとしましょう。まあ、それぐらいのね、ところで、まあ、ある程度、まあ、その、数十センチか1メートル以内とかで、まあ、1位から3位までの差が、だいたいまあ、それぐらいで、まあ、5位までの差を1位の選手と比べても、まあ、5メートル以内とか、まあ、そういう範囲内なんですけども、まあ、もともとそのウサイン・ボルト選手が100メートルをね、走れるのが早かったのは、43歩であの人は駆け抜けてたんですよ、100メートルを。国家代表の人でも、他の国の人、すごく足速い人でも、やっぱり44歩とかかかるんですよ。だから背高くて足長い人の方が、もうもちろん体をものすごく鍛えてですよ。そしたら、やっぱり43歩で、駆け抜けれるっていう話、そこまでは真面目に考えてたんですけど、コンピューター、足長い人連れてこない言われた瞬間。もうこっちはもう頭の足長おじさんですもうさっきまでもうものすごくもう眠たくなって、でもう寝転んでて、もう今度いろいろ昨日のそのこちらの言い分って悩みと。理由、その、ね、だから、
100m かける4で言うと、もちろんバトンの部分は重要なんですけども、根本的に足が長い方が優位なんですよ。で、上半身の方が軽い方が優位なんですよ。同じ足の筋肉は、の筋肉の搭載量が同じだったら、上が軽いから。結局はまあそういうことになるんですけども、だから身長もある程度高い人で足が長い人が適任であると。まあこういうふうなことになってくるんですよ。まああとはその、まあいつもね、そのスポーツのその動向みたいなところの力の上乗せだとか、まあそういうふうなところとかも結構影響はありますね。そのバトンのところがきっちりうまく本当に絶妙のタイミングで、スタートから渡すところまで。もうその辺のところでも、全部、すべてがうまくいったら、もう全然違いますね。で、まあ、その、安いんですけど。しょうがないよ、そんなこと。無理だから。そんな、もう、何時から何時まで、どこの試合がどうこうなんて、そんなこと言っちゃう。でもうこっちもオリンピック解体派だから、本当にもう。もう本当の人口分かった方なんだから、日本の今の国境内で4000万人いるかどうかそれも怪しいんだから、本当に。もう家の件数分かってるんだから、こちらは。もうどこも同じ、どこの市も、県、都道府県も、そこの表記されている人口の3分の1か4分の1だから。本当に。で、さらにまあ、昨日も警察の方に電話かけて、まあ、ちょっと相談みたいな形だったんですけどね。まあ、ルール法律で承認を作るような形で。で、昔一回、民泊が禁止になったのは、家たくさん建てすぎるからなんですよ。で、海外から、旅行に来た時に、そこどこか一つ空き家というか、賃貸のところを借りていたら、ホテルで泊まるより安いじゃないですか。だから、代わる代わる泊まりに来たりだとか。だから、そうすることによって、家がたくさん建ってしまうから、別に海外の人たちのことを性格的に、個人的にね、特に嫌がらせしてこない人たちに対しては別に何も思わないんですけども、だけどエネルギーの残存量問題から言うともう全員ダメなんですよ。もう、とにかくもう自分の国のことをしっかりとまず分かりましょうと。で、あんまりもう海外の往来増やされたら、エネルギーの残存量問題がありますから、もう石油はもう残り少ないんです。ガスも。ずっと先々まで掘っていく分を考えて、エネルギーの技術的採掘可能埋蔵量を国連は発表してるんであって、僕は20歳ぐらいの頃、1998年ぐらいの頃は残り69年分だったのが、2011年で59年分、2022年でもう残り54年分なんです。ないものはないんです。本当に。片やもう自動車産業がもうずーっと車作りっぱなしで。中古の車屋さんが倒産して、そのまま車、ほったらかしにして、放置、丸ごと。もう10年以上、車から苔生えてる。この近くでも。で、他のところの河川を撮影しに行ったと、しに行っても、ある程度歩いただけで、その河川の近辺のところで、メインは河川の撮影ですよ。まあ、ダムとかもそうですけども、まあ、老朽化した家屋もメインの中の一つですけども、そこは、まあ、かまど発電を作った時の、その木材回収地点であったりだとか、金属回収地点であったりしますから。で、もう、その車の不法投棄多すぎるんですよ。ナンバーとか取り外して、だからこの間、河川の撮影、加東市のその東条川の近辺のところだけで、10台以上見かけました。不法投棄の車と、それプラスオートバイとか、あと、まあ、それに関わる部品、オートバイ関係とかだけでね、その、多分、回収業者が集めてきて、そのまま、倒産したところの建物に押し込んでるのか何なのか、で、そのままその回収業者も倒産して、ほったらかしになってるっていう状態、もうだいぶ錆びてきてる。もったいない。ただし、オートバイとか、その部品とかが、ものすごい数があるから、もう店舗の中は埋まってるんですよ。外の元ガソリンスタンドだなって思われる小さなガソリンスタンドのところと、給油機がありましたから、絶対ガソリンスタンド、もともと。と、あと、そこは埋まってるのと、その前の建物が、いろんなパーツとか、あとオートバイとか、もう外まで、だいぶ並べてる。で、その隣の、
ガラス張りのところも、もう中がいろんなパーツとかで、埋まってる。それ全部金属回収したら、海外から鉄鉱石買うよりも、多分安くでつくと思います。だ本当に物は大事にしなきゃならないから、金属だってずっと採掘できるわけじゃありません。だからそういったところをしっかりと採掘してもらわなかったり、回収してもらわなかったりしなきゃならないんですけども、まあ、車に関してもそうなんですけど。コンピューターにさ、面白いこと言われてきた。僕も手挙げる。足の中に一発連れてこない。それは今、警察署の昔、村木署長の声だと。真面目に言われても聞いてるもん。笑いが止まらなくなるときは笑いが止まらなくなりますから。真面目に言えば言おう。そんな昔の音声引っ張り出してこられても、もうそのあとこっちは、それが本当、足長おじさん金メダル取れたとしたらですよ、 2.5% の話なんですけども、まあ金メダル、オリンピックの銀メダルで、まあ1個大体500万円以上で、あの金の塊だから販売するとするはずなんですけども、そこから 2.5% だから、それ銀だったらこれぐらい、銅だったらこれぐらい、銅なんてそうやって売った電車賃なくなってプラスマイナスわかんやん。そんなものの 2.5% あったなんで頑張らなあかんねんとか、そんな話になってたんですよ。本当に本当に、それだったらもともと商業原理で、その運営できてるところ、全部が全部ね、スポーツ禁止っていう話も、国民の多くの人が結局反対されたりしたら動けないでしょう、政治家の人とかも。だからそれで、まあそういう部分とかはあったんですけども、いつ何か金メダルありの、賞金ありの、なんか賞金ついてたみたいですよ。金メダルとは別に。銀メダルの人も、銅メダルの人も。まあだから、仮に、もし銅メダルで賞金100万だったとして、まあ、金で300万で銅、銀が200万だとしたら、ごめんなさいね、銅から金、銀ってややこしい順番で言って、まあ、金からいくと300、200、100万だったとするのであれば、銅メダルの、そこまで頑張って銅メダルで 2.5%、25,000円。退職金とか、有給手当とか、割増賃金だとか、その遊んではならないルールとかを考えるとですよ。じゃあ、あと、育児休暇とか、住宅手当とかね、扶養手当とか、住居手当、言い直します、訂正、住居手当。いろんなものがないから、それの日記と。どんぐらいやったら変わらへん。本当に。何か足のおっさんなんかよくわからない。ウサイン・ボルトのさんの話でね、一応まあさんって言うときはしますけども、僕の家のうちの、浴槽なんですけども、ここのね、ボルトがね、いつの間にか盗まれてるんですよ、本当に。ウサイン・ボルトさんが活躍を始めてた頃、ここ本当はボルトで、あるわ。これ一回なくなってきて、ここの止め具。これが簡単にバカってこう外れてくるっていう。いや、これ笑ってるけども、やられた方、ほんとめちゃくちゃ腹立ちますから、本当に。
もう家のなんかほんとしょっちゅう荒らされていて、本当に。こっちがどれだけ苦労してるのかなんか全然分かってない。で、テレビ局とか、エロ業界の人間とか混ざってるでしょ？小籔なんか完全にエロビデオに出とった方。本当に本当に、アダルトビデオ。出とった方。で、そいつと一緒に出てた奴らとか、この辺とかで見かけたし、本当に。こっちもある程度調べなきゃなんない。調べたら調べたで、去年8月9日、僕の誕生日、5、2、間、丸2つ、家に入れられて、もうそれ昔から何回もやられるんですよ。これ僕は、だから、証拠とか、いろいろ抑えられたら、困る連中が不法侵入して、その業ね、あの、むちゃくちゃ嫌われてる生物ね、を家の中に入れてくるっていう。むちゃくちゃでしょ。もうあんまり、もう、だからその間に精神病院9回も入れられていたりとかしたから、ただ去年ある程度いろんなことを世間に公開することによって、で、それで、不法侵入はなかなかはされにくくはなったんですね。で、そもそも、そういうエロ業界の人間の一覧表、アダルトビデオに出とった連中、もう世間に公開した方がいい、名前と住所、電話番号。もう実際の人口はこんなに少なかったら、今の日本の国境内で4000万人いるかどうかだから、本当は。もう一回混ざっといろんなところで。売春防止法が出来上がったのが1956年だから、それまで政府上層部も裁判官とか検察庁も警察官も、エロ業界と組んでた連中がものすごく たくさんいたと。まあ、例えばフィナンシャルグループとかね、銀行、証券会社。だって銀行の、いいですか、売春防止法が出来上がったのは1956年ですよ。フィナンシャルグループの傘下の三井住友銀行の、その前身である三井グループの時の桜銀行の、頃からいた、井上京子っていう神戸市北区藤原台店の、貸出口に座ってた女、最初から黒着せられてるんですよ。だいぶ前にその黒い服で、あのキャバクラで胸揉ませてたやつなんですよ。そこは警察官4人突入してもらってます。お兄ちゃんよ、作った方がいい。で、男でそういうところに連れて行こうとしたやつの一覧表、そこはもうグループ化されてるから、世間に公開しといた方がいい。で、 SNS とかそいつら使うの禁止させた方がいい。そうじゃなかったらすぐに徒党を組むから、もう厄介、本当に。今日ちょっとね、その警察官の有馬警察署の方に電話かけた時に、まあもう本音の部分でね、その今までの状況とかを考えると、その皇室の人たちがね、すぐに弁護士つけてもらうっていう形が一番良かったんですよ。そしたら、まあ皇室の人たちが助けたという形が作れるでしょう。だけども、まあ昔、まあ子供の頃とはいえね、僕に、まあ、キスしてきたことがあったわけなんですよ、佳子さまもね。で、ある程度の年齢の頃にも、まあ僕に会いに来たりだとか、まあいろいろ話したりだとかもあるんですね。気持ちが変わった時も、まあその頃は子供、かなりの子供の頃なんですけども、今度二十歳超えてから、例えば精神病院に現れたりとかもされてもね、そこで僕を助けてくれなかったら意味がないんですよ。本当はしはならないことをしてしまってるから、精神病院も。精神を生産されなくなる薬とか飲ませてね。だから今までのことが全てバレたら困る人たちが、精神病院気にして隠蔽していた。だからそれをホームページとかで社会に公開しなかったら、僕はそこから抜け出すことができなかったっていうことなんです。だから今日警察官の方に通報してるときに、途中で電話が切られてるんですけども、それは
コンピューターの自動かもしれないし、高速の人たちにその謝罪を求めるようなことを僕が言うのは絶対いいはずなんですよ。もう今までの状況を考えると、他国の人が今までの件で国際司法裁判所とかで解決してるのに謝罪してくれっていうのは、それはダメですよっていう話であって、一般の人とかで深く関わってきた人で形として怖いじゃないですか。僕はここまでこんな目に遭ってるのに、皇室も国会議員の人たちも知事市長の人たちも精神病院入れられてる時もそうですけども、今のこの春山整骨院、2003年には建物解体されてる裁判所の判例があったなのに放置していた、あれができてから僕殴られてますもん、両方を。暴走族とか走り出して、この辺。だからもともと春山整骨院も作らなければよかったし、あの、オートバイのショップとかも閉店してもらったらよかったんですよ。暴走族ではないにしろ、ここの道とかでも、交通事故を何回も見てるんですよ。その、田尾駅から特に岡場へ向かう方のね、オートバイの人、左側通行があるでしょ。でここをもう T 字路になってるから、ボンネットのところ前にエンジンルームがあるから、どうしても車を前に出さなかったら左右見えないでしょ、ほとんどのところが。やっぱりちょっと前に出てくるわけじゃないですか。で慎重にそろーっと出てくる人とかいたら、オートバイ乗ってる人もう避けようと思って、こうある程度ね避けれますけども、もうそれがある程度クスついてきたら、もうみんなもう最初から自分が見えるところまでもうそれぐらいのスピードでスッとこう出てくるでしょ。ワンのスピードで出てこられたら、もう時速多分もう止まる直前だから10キロぐらいしか多分出てないと思いますよ。だけども目の前まで来られてるオートバイの運転手の人からしたら、もうそれ無理なんですよ、避けるの。急に目の前に現れるわけだから、自分の方がスピード出してるから、ある程度の一定のブレーキかけるまでの動作の間に何メートルか絶対走行してますから、でブレーキがかかってその止まるまでに何メートルかかかるから絶対無理なんですよ。で、あの暴走族化する人たちも存在するから、オートバイショップなんかやめたらよかったんですよ。でオートバイショップ全部閉店させて、で、オートバイの保管庫を作っておいて、そこに置いておいて、で、あとは郵便配達とかの人とかが、まあ、長年乗っていて、もうダメになったオートバイと新しくチェンジ。100年以上は持ちますよ。まあ、それだけでも、まあ、オートバイの生産止めるだけでも、だいぶ、使用されるエネルギーっていうのは、少なくなります。あと、そこの工場を、回収できるので、金属回収ができるので、それだけ金属を、輸入しなくて済みます。もうだから、あとは閉じていくだけなんですよ。まあ、その間にどこかの発展途上国はね、日本国内もそうですけども、これだけ高いビル建てちゃダメだよって言ってるのに、まだ建ててる。エレベーター付きのビルのことですよ。だからもう高さ5階ぐらいが限界。それでいいんです。人口ずっと縮小していたんですから。人間の数が減ってるのに、建物が高くなるわけがないんですよ。低くならなきゃならない。で、他の動画でも説明してますけども、エレベーター付けたら電気代がどれぐらいかかるか。ここの住宅4階建てです。で、一つのフロア10軒ぐらいしか家ないです。まあ10個ほど。で、地下があるだけで、あんまりエレベーター使用してないんですけども、2022年の、電気代だけで、1年間41万。じゃあ、50階建てで、ビルが、50階建てでね、中に商業施設とかも、会社のオフィスとかあって、しょっちゅうエレベーターが動いてるところがあったとしますよ。じゃあ、6機、8機とついていて、高速エレベーターがね、あれパワーいりますから、電力たくさん消費する。
じゃあ、しょっちゅうしょっちゅう稼働してるところって、年間1億円かかっていてもおかしくないですよ。電気代。で、それだけたくさんエネルギーが消費されてる。昔からバカと猿は高いところが好きだって言うでしょう。なんかその通りなんですよ。それもともと何が発祥だったかって言ったら、恥ずかしい話、僕の、母親のご先祖さん、浅井長政の子孫なんですよ。私の母親の、結婚する前の名前がね、浅井聖子と言いまして、じゃあ、浅井春子と言いまして、で、おばあちゃんが浅井聖子だったんですね。私の母の母親が。その家系をたどっていくと、滋賀県琵琶湖に、小谷城ですかね。城主であった浅井長政の子孫なんです。途中でいろいろあって落ち延びて、京都の、甘露寺というお寺に、落ち延びて、そこはもうだいぶ前から一回自分で行ってみたんですよ。今から10年ほど前に。かなり山の中で途中でもう歩いて行くの諦めて、バス、長い間待って、バス乗ってある程度の地点まで行って、見てみました。そしたら民家に変わってましたね。で、その甘露寺っていうのは、鬼滅の刃で甘露寺っていうキャラクター出てきてるじゃないですか。一応、うちの祖母のね、女性としてはね、胸が大きい方がいいとかね、あと、力強い方が、ある程度力強い方がと、そういうようなキャラクターでね、あと他のいろんな意見とか、が混ざって、ああいうようなキャラクターになってるんですけども。ちょっと話、だいぶ逸れてしまったので、最後どういうふうに話し締めくくったらいいかも分かんなくなってきたんですけども、とにかく電波で面白いこと言われたら、絶対に短いワードで十分だ。コンピューターもだいぶわきまえてるから。ね、わきまえてるというか、ここで出てるから。理解してる。今のタイミングでこの音声聞かせたら絶対笑いよって。自分を言った方だから、その足長おじさんの。真面目な、それ真面目な言い方したとしてもね、一斉笑い話の方に絶対になってしまうから、そのワードで言ってしまう。ワンピースのキャラクター いたでしょ？ドン・キホーテ、ドフラミンゴ。ケバシ、昔はケバケバシーっていう言い方してたんですけど、その言い方もよくわかんない。もともとの語源が何なのか。羽毛みたいな、服を着ていて、で、悪者眼鏡のサングラス。あれはね、グループ名は忘れましたけども、イニシャル D っていうアニメの曲を歌っていた女性と男性は踊ってるんですけども、曲作ったり踊ったりしてる人なのかもしれませんけど、テクノ系の。その人がね、神戸市住んでるグルーツナパーク。あの時青い髪の毛の色でしたっけ？着てる服は、ドン・キホーテ・ド・フラミンゴみたいな。踊ってる時もそういう服着てるんですけど。それで、もう、七武海の悪者側のキャラクター決定。どうせ、ここで仕事しとったら悪そうな連中、向こうから来るから。芸能界の範囲内でっていう話でね。もともと。で、これも話辿っていったら、これどっからどこまでが芸能界。警察官の人、名前変えて働いてたよ。タレントっていうことで 先ほどの話の続きですけども、ちょっと録画の容量が足らなくなって、急に撮影が終わってしまったんですけども、その後も
コンピューターがね、その、真面目な方向に戻そうとしてきたのか、悪魔の実のそのスマイル、悪魔の実じゃなくて、スマイルという結社でしたっけ？スマイルっていうその、ワードを言ってきて、僕は笑ってるでしょ。だからあれもともと本当はね、真面目な話してるのに、笑いっぱなしで人の話を真面目に聞いてくれない、めちゃくちゃ腹立つ人っていう、そういう設定なんですけど、笑ってる人がですよ。その辺のところでね、まあ、だいぶ複雑なややこしい状況のあの話をもう一回見てみると、まあそういったところがわかると思うんですけども、笑ってる方にも、笑わずにはいられないよ。その、絶対笑ってしまうっていう状況がある。いや、まあ、普通に考えたらね。みんな面白い話聞いて笑ってる時って楽しんでるでしょ。その時文句言う人ってなかなかいないんですよ。悪魔の身のなのかな、天使の身だった。あかんなって、その方怒ってあかんって、笑いっぱなしの、まあ、まあいうような芸人とかになって、まあダメよっていうようなことって、ま、仕事してるぐらいは真面目にする。まあ、全くその笑顔のない世界も無理があるから、まずは営業スマイルみたいな話のところから、うん、ちょっと仕事の合間に手が空いてる時とか、まあ親睦を深めるみたいな形で、まあ何か真面目な話しててもね、ついて笑っちゃうような話になってしまうっていうこともあるとは思うんですけども、そのドン・キホーテ・ド・フラミンゴと天竜人の話、名前聞いた時に分かると思うんですが、最初はド・フラミンゴ だけだったんですよ。ドン・キホーテがなぜついたか、ドン・キホーテという、お店があったんです。で、ただ思いっきり積み上げていって従業員のお客さんの方も取りやすいようにとか、どういう発想になったのか、それもいろいろ法的に違法なんですけども、すごく高く積み上げて、で人が通れるスペースとか、しっかりと確保してないところは、まあ、違法行為になるんですけども、そういうもう脚立とか置いてお客さんが通るとき、やっぱりバランス崩して店員が先に落ちた方なのか、お客さんが先に落ちた方なのか知りませんけど、元天竜人のドン・キホーテ・ド・フラミンゴ、効率性考えたら品出しとかするときにちゃんと賞味期限とかこう前の方にね、来るように、並べなかったら、お客さんも賞味期限まあ先の方のものを選ぶから、だからまあそういうふうな工夫でね、ある程度ある程度のスペースにある程度の商品を並べるっていうのが正しい仕事の仕方であって、そんなに売れるわけない。結局品出しするときにする回数は同じだから、上に高く積む分だけ人件費とか余計かかる、天高く天竜人、一応僕ね定時制高校行ってるときにスーパーマーケットでも働いてたことがあったんですよ。阪神・淡路大震災の頃。まあそこの建物、自分の住んでる家の目の前だったんですけども、まあ
1年目、高校1年生の頃は昼間の高校通っていて、高校2年生の頃から平賀工作所っていう、清新中央にある、まあ、工場に就職したんですね。まあ、もともとその平賀源内の子孫の方たちが作られた、由緒ある工場のようです。もともと、電気を使わないで、からくりとかを作っていたっていう技術を持たれてるところですから、まあ今、その技術がちゃんと継承されてるかで言うと、それはよくわからないですね。ちゃんと図面とか、そういう仕組みのものを記載した、まあ本とか図面とかそういったものを所有して読める方たちだったらいいと思いますけど、いや、昔の図面がどんなものかなんか、こっちが知りたいですよ、本当。本当に本当に。まあ、その、阪神・淡路大震災の前の頃だったんですけども、自分の家の前にダイエー系列でトポスっていうディスカウントストアがあったんですよ、安売りのところが。で、まあ、まあ、あらかじめ、まあ、友達に言われたりとかもあったんですけども、阪神・淡路大震災の日、ちょうど休みにしていて、まあ、朝の5時47分に発生していたから、その時間帯はさすがに出勤してる時間帯ではないはずなんですけども、早朝出勤の人はね、一説によると、そういう時間帯にも出勤してる人たちがいたかもしれないんです。で、高さは5階建てか6階建てなんですよ。それが、ぺっちゃんこになって、2階建てになってたんですよ。まあ、自分のその家から出るのがね、12階建ての、東山高校っていうところだったんですけど、神戸市兵庫区東山町4丁目16-18。6階に住んでたんですけども、なんとか家の外を出れたとき、鉄の扉の方はもう開かないんですよ。くしゃくしゃになっていて。後から太陽が出てきてから分かったんですけども、廊下側の部屋から鉄格子の方を、一本折って、通りかかってくれた人がいたから、その人に反対側から引っ張ってもらって、あとは、うちのね、僕とか家族とかで、押して、鉄格子を折って、で、間が人間一人通れるようにして、まあ窓から脱出して、そしたら目の前のトポスが、もうぺしゃんこになっていて、びっくりして、荷物の搬入の時からね、地面が揺れてたんですよ。こう波打つようにぐにゃんぐにゃんぐにゃんって。なんか変な作り方してるなっていうのは前からみんな言っていて。まあ、荷物の搬入もその、まあ、黒猫大和さんとか扱ってるようなこういうふうな四角い簡単なまあ台車の2メートルぐらいの2メートルの高さがいいんですかね180ぐらいですかね、まあ段ボール箱とかをこう積んでいて、まあ、それを、まあ、こういうふうにガッこうあれベルポンになってましたっけ、まあ、そういうふうな形で、締めて、押してるようなラック、ね、まあ、それがそこそこの重量があったから、まあ、それが通った時地面が波打つで阪神・淡路大震災の後発覚したのは結局鉄骨が入ってなかったみたいなんですよ鉄筋だけでだから6階建ての高さは2階建てまでペシャボリ、まあ、地下ももともとあるスーパーマーケットだったんですけども重量に耐えきれず。で、隣の、上新電気があって、その上が公営住宅のところは、もう折れて、倒れて、で、斜め向かいにあった、明日場っていううどん屋さんだったかな、そういうふうなところに、まあ、なんせ折れてましたね。完全にここまで来てたかどうかわからないですけど、こうなってたのかな。まあそこに住んでた、その同級生で、大八木っていうものがいたんですけども、小学校の頃、そのものが聞いたのか僕から言ったのか覚えてないんですけども、まあ早くここから引っ越しした方がいいっていうことになってるっていう。中学生の頃まではね、同じ中学校で、中学生の途中の頃に、港川中学校から引っ越ししたかもしれないんですよ。だから、その引っ越しが引っ越ししたんだったら、あの場所から、
それは当たりでしょうね。まあ、その後引っ越しした先が、その、どういうふうな建物なのかはわからないんですけども、丈夫な建物だったり良かったんですけど、まあ、その、ごめんなさいね、笑い話ものなのか、何の話なのかよくわかんなくて、真面目な方向にこう戻そうとして、悪魔の実、スマイルっていうことを言ってきて、笑ってる方が悪いみたいな形でね、あの状況を見ると、ワンピースの漫画を見るとね、真面目に人の話聞けようっていう状況になるんですけど、それを言えば言うほど笑い始めるっていう、どうしようもない現状。世の中でちょこちょこあるから、ちょこちょこ、もう、たまにあるですね。ごめんなさいね。多分そのちょこちょこあるって多分チョコレート、バレンタインデーのことだと思いますよ。真面目に人の話聞かないって。最近どうなんですか、皆さん、ちょこちょこあるとか言われたことあります？もしくは漫画とか、アニメとかでなんか言ってるシーンとか見たことあります？もしくは映画、ドラマで。もともとチョコレートのチョコのことだと思いますよ。なんかそれっぽく言うと、たまにのことを言ってるんだなって、こう、受け取ってしまうんですよね。そのことをインプットさせられてしまうっていう。そのね、根源が何かっていうと、まあ、大元はテレビ。一番広げる能力あるのはテレビ。まあ、漫画、少年誌一冊だけだったら限界はありますね。同時にやられると。漫画アニメプラス報道機関の人間も言い始めた。その前は大体バラエティ番組とかなんですけど、ちょこちょこ言いました。まあとにもかくにもね、その後まだ電波で面白いこと言われて、もうね、とにもかくにも、まあ、そういうわけです、本当に。電波でね、もう面白いこと言ってくるときは言ってくるんですよ。一応ね、メジャーリーグの時間帯と、まあ今日プロ野球の日程見ましたけども、18時からの試合。もう今日、有給休暇って書いとこうかなとか、そんな状況ですね。いや、本当にもう、なんかもう体ちょっと重たいんですよね。晴れたらね、能登半島まで行くんですけどね、ちゃんとですよ、しっかりと、兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、石川県、まあ、全部ちゃんと晴れてた。どっかで思ったらもうスマートフォンとか大変なくなりますから。iPad とか。はあ、最後ため息で申し訳ないんですけど、皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、あとは、身の回りの方に、まあ、Y さんの動画見といた方がいいよというわけで。見ていただけたらなと思います。まあ、いろんなことが分かっていくと思いますよ。笑い話込んでね。今までの造語の世界、たまに言いますから。それね、面白い方の話に入らなかったら、そのことは僕も喋らなくなるんですよ。で、喋らないっていうことは説明をしなくなるっていうことになりますから、まあ、大体漫画、アニメ、ゲームあたりから、漫画、アニメですね。まあ、ゲームもそれでも侵食された方ですかね。その頃、その一年の話とか、昔、二十歳ぐらいの頃したんですよ。このワードも多分そうだとか。例えば、六法全書とかでも、労働の義務をオフって書いてるんですよ。オフっていう感じと、ひらがなの風を書いてるんです。昔から英語と日本語混じりで書いてるんですよ、六法全書。っていうのは他の法律名のところで責任を負うってちゃんと負うって書いたりするんですよ。ちゃんとしっかりとここは責任持ってもらわなきゃならないっていうところのところは。っていうのは労働の義務を本当に負ったりしたらみんなはみんな働かなきゃならないっていう形になるじゃないですか。
それで電波とかで攻撃されたらもうたまたまじゃないでしょ。それと仕事の絶対数とエネルギーの残存量モデルの話があるから仕事の量を減らしなさいの方なんですよ。効率よくして、本当に。余計な建物を建てないで、だから労働の義務をオフって書いてるんですよ。それを、マジ。労働の義務を負うだからとかいう、まあ、若いうちに特に申し訳ないですけど、まあ、ご本人さんはね、すごく努力されたと思うんですよ。地方に住んでるのに東大目指す人とかね。まあ、それは自分の住んでる地域に原発とかがあってね、そこに就職するために、まあ、東大の方に行くとかね、そういうことだったら話分かると思うんですよ。それ以外の人、意味ないですよ、はっきり言って。法律の方とか進みたいんだったら、まあ、大抵の都道府県に、法政大学があるはずですから、もう僕も大抵としか言えないんですよ。ないところがあるかもしれないから。まあ、法学部とかね、法政とか。話が終わりそうだったんですけど、また思い出した。言いたくなったんで、言っておきますね。ルパン三世の銭形のとっつぁん。皆さんどう思います全然に昔は1銭とか2銭だったんです。単位が10銭20銭。為替相場でも例えば今だったら156円それぐらいじゃないですか。でその後コンマついて30とか40とか、あれ30銭とか40銭のことなんですよ。銭形のとっつぁん。インターポールのさ、インターポールっていうのは国際警察機関で、まあ国連加盟国のほとんどの国の、警察官はインターポールの傘下のはずなんですね。僕はね、中学生の頃は、国連加盟国は180ぐらいだったんですよ。180カ国ぐらいだったんですよ。ちょっと前にインターネットで見た196カ国で、いつの間にか国が分裂してる時とか、知らない間にそうなってる時とかあるんで、わかんないですよ。あんまり小さな国で、インターポールと、こうって、あんまりたくさん情報を渡さない。そんなに難しいこと、僕らでわからない。わかんないですよ。だから銭形のとっつぁん。まあもともとみんなの労働でね、その地方自治法とかあって、まあそこに、該当するのが、まあ、鉄道だったりだとか水道局だったりだとか、まあいろんなものが該当してくるんですけども、まあその、まあ、民間に、変わったりだとか鉄道会社が。お金をする令和新選組山本太郎さんがたまにいいことは言ってるんですよ、国会で。まあただ受け取る人の方が知識どれぐらい持ってるかによって、知ってることがどれぐらいかによって、怒る人もいればいいことを言ってるっていう人もいるっていう、知ってる方の人もどこまで分かっていって、いてその言葉が適正だって思ってるかどうかは、あとそれプラス自分の状況とかにもよって、絶対そうだって思っちゃう時もあれば、そうじゃないって思う時もある。まあまあ、全員が絶対お金をすれの思うでしょ。でこれはね、造幣局がありまして、日銀、日本銀行、出資は 51% 以上が政府です。なんかこう、ぼやーっとさせて、こう。なんか民間の、まあ、投資家の人たちにも責任を持たせるためだったのか、財閥な、とかにも関係を持たせるためだったのか、その辺よくわからないんですよ、出資の部分。だから、
第二次世界大戦など一回どうなったんでしょうね。その出資って言っても日銀って株でしたっけ、どうでしたっけ。法律では出資とは書いてるんですよ。だからまあどういう意味だったんでしょうね、最初の頃の僕が言ったそのみんなの労働力で税がなんだかもうみんなわけわかんなくなるでしょう。雇用助成金出したりとか消費税上げたりなんかややこしい書類増えていく一方でしょう本当に。もうエネルギーの存続問題軸にしておいて、車の生産なんかもうすぐに停止で、電気自動車だけで補助金なし、あんなもの車なんか買う方が間違えてる、みんな家か車かどちらかで、年金は2000万円以上かけてなかったら60歳からか65歳からの支給かは分かりませんけども、一月15万円の支給にたどり着きません。家のローンのあの表記はだいたい35年返済です。まあ1年くらい前の僕はたまに間違えて40年って言ってる時ありますけど、よく見たら違いました。35年での返済の金額でした。他の動画ですよ。一月あたり。もちろんそれはね、まあ、大体もう3000万円以上の家に手出したらもう大体無理ですよ。もう3000万円以上の家に手出して、車なんかもう絶対夢物語ですね。まあ、とんでもない大金持ちの子孫の人たちだったらありえるんですけども、だからそういうふうな大金持ちの子孫の人って、まあ大体まあその子供が髪の毛金髪に染めたりとか、スーパーサイヤ人じゃなくて、まあドラゴンボールのサイヤ人って野菜人のことなんですよ。野菜人のことをサイヤ人って言い始めて、だからちゃんと名前がね、ナッパとか、ナッパってほうれん草のことなんですけど、栽培マンだとか、栽培マンはまあサイヤ人ではないんですけども、一応本当はまあ栽培してきてって、どっからどこまでサイヤ人の頭丸めと髪の毛ない、クリリンみたい、額にお灸の据えた跡とかをそれをつけてしまったら絶対バレるから、まあ髪の毛がね、ド発点をつくっていうような言葉のワードもありますけども、あれ死刑判決で呪われた時ですよ。呪われた方、僕前髪は眉毛が隠れるぐらいで、耳がね これぐらい、両サイドこれぐらいのところまでの髪の毛がもう全部逆立って、何も静電気とか何も発生させないですよ。テレビ局の人間にオウム真理教の死刑の判決も下ってるんですよ。あとは法務大臣が死刑の判を押すだけだっていう話で、もう僕は迫ったんですよ。それをしなかったら世間に対して示せがつかないっていうことで、そしたらその呪いをテレビ出てるスポーツ関係のアナウンサー、確かフジテレビだったと思います、夜の方、そんなに強いんだったらこの人にっていうこっち側に呪い振り分けてきた瞬間、髪の毛の前にまず背中の腰あたりからもうズワ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 ってこう何かこう上がってくる感覚があるんですよ。で髪の毛全部逆立って、それ人生で3回ぐらい経験させられていて、本当に。であの話もね、テレビのフェイクニュースが混ざってるから、死刑執行されている人13人で、どう思います、裏切りのユダ13人目の人上優っていう人間はそこまで行って委員会に1回出てるんです。生きていたっていうことで、昔の放送かもしれませんけども、ここでもう全部話した方がいいとか、
なさいね、あのスーパーサイヤ人の話からだいぶそれって。だからスーパーマーケットに野菜が並べ始めた時点で、八百屋さんは倒産しますっていう意味で、まあ、あのスーパーサイヤ人ドアツテンを継ぐの話だったと思いますけども、髪の毛が黄い。不良の方だと思います、それとも金メダルの方だと思います。金メダル誰が一番強いかそれではっきりしてっていう話もあって、そこからあのそれだったらあの黒人初の大統領の話、アワイさんが言い始めたっていうことで、そのドラゴンボール Z の、その続編の続編、あのセルとかが出てきたその後の話ぐらいの頃に、あの髪の毛が青いそのサイヤ人だとか、赤い色とか、まあ赤い色はもうそれはね、どちらかというとあの徴兵制度の方であの赤髪が昔送られてきてたんですよ、その徴兵させられる時に。信号機で言うと止まれじゃないですか、政府で送ってくる人ね、ある程度その頃から法律はあったと。それ死に行ってこいみたいな手紙じゃないですか、徴兵制度って。だから一応こっちとしては止まれっていうことで赤い手紙で送ってますみたいな形でね。それはワンピースの世界でも表現されていて、だから赤髪のシャンクスはその海軍にも認められているっていうのは片腕を失ってるでしょ、その自分たちで徴兵制度をしておいて、最前線で戦わせておいて、で腕を失った人間に対して、あなたたちなんか文句言えるのって言われる。大将も何も言えないって、大将だからこそ言えないって、だからこそ大将も最前線に出ていってるっていう話。どうせ元帥から何から何、どうせ最前線で戦わされるかな。なんだ、あの仏の戦後っても笑うとこ。いやそれね、笑っていい部分と笑ってはならない部分両方あるんですけども、そのまあその年齢を考えたらもうすぐ仏さんになるって言われて、そんな年齢までになってまで戦わせるのかっていう、まあそれがね、あの仕事場会社っていうことで、あのまあ法律の世界とかでもそうですけども、まあ裁判所とかでもそうですけども、本当は法廷って闘争の場であって戦う場なんですよ、ちゃんと法律でそう明記されてるんですよ。仏の戦国、だいぶ法律身につけたんでしょ。自分の身を守る法律だけはこう徹底的に身につけていて、僕が二十歳ぐらいの頃にその国会議員の人たちとか、あの法律家の人たちに教わったのは、相手が攻めてくる法律もしっかりと身につけておかないとあかんって、どんなこと言ってくるかって、それで大体わかるかなって。一覧表欲しいって。そんなありがたいもの、そんなもうその辺のお経とかよりもその巻物絶対ありがたいからって。まあ結局それがね、あのこういうふうな、あのまあ六法全書、これ平成31年の版、平成20年の版、もあります、自宅に。あとこれ判例六法、これ2009年、2009って上に書いてるじゃないですか、01の上に。あるいは肉。それとあのまあ結婚希望相手、佳子さまにご提示しますけども、秋篠宮家のね、まあ12月29日が誕生日、まあフルーツララパークのバーベキューコーナーの月間売上、1998年の5月の月間売上が1店舗として見るとギネス記録なんですよ。話の整合性は全部合ってくるんですよね。子供の頃から話してる内容とどういう人と関わってきたかとか、
まあ、今ね、政治倫理審査委員会で数ヶ月前からテレビで放送されてますけども、去年の末ぐらいから、宏池会って、多分河野池さんのところの兵庫県の尼崎出身の国会議員の人で、もともと建設業の人なんですよ。で、僕は子供の頃、僕の自宅に来てますね、東山国宝604に。で、衆議院議長だった人なんですよ。で、ウィキペディアからいつ何か衆議院議長だったら履歴が抜けていて、わからないです。それを、河野池さんのところは、宏池会、結局建設業界だとは思うんですけども、まあ謎は謎を呼ぶテレビの放送の仕方、その辺のところしっかり全然誰もはっきり言わないっていうぼやーっとしたことだけをずっとテレビで放送する。どうせもアナウンサーの人も国会にずっと張り付いて傍聴席で見てメモしてなかったらどうせ分かんなくなりますから、本当に。わけのわからない牛歩戦術って何なんでしょう。ちょっとずつ進んでって言おうとして、そんなことで残業手当本当に出していいんですか。みんな思うでしょ。その間に他の党の人たち椅子のところにこうちょこんって座りな、ぐーってこう寝てたらどうします。それ給料発生していた給料戦一体何だったのか。本当のこと誰か説明できる人います？もう僕神戸市に住んでるから絶対無理。僕も国会でずーっと張り付いて最初から話聞いてなかったら絶対わからないから、どうせ間違えるから途中から途中参加したらどうせ。そんな一つの案件で200時間も超えるような議論、僕から言わせたらもうその時点で詐欺なんですけどね。皇室の人たちの家計動向って、そのね、その離脱したり合流したりって、もう本人に任せといたらいいじゃないですかって。そんな話もう今まで当選で1000時間どうせ超えてるでしょ今回。基本的人権忘れてるじゃない。本人が決めることどうしたらいいかっていうことはって、その宮家を出ていくのか、その、うん、まあ、婿をもらうだとか、養子縁組だとか、いろんな法律はありますから、結局そんなことをごちゃ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 言ったって、一法律でなんか決められないんですよ、本当に。ただ、はっきり分かっているのは、スポーツの総裁なんか一つもいらないっていうこと。公務として。助けてっていう電波で聞こえてきてるんですけど、もうよくわからない、その助けての意味が。どちらの意味で助けてなの、僕の言ってるスポーツの操作がいらないっていうところ、そこを通すことが本当は助けることのはずだから、いや、スポーツの操作じゃなくなりましたよの話にした方が、うん、エネルギーの残存量問題からいうことですよ。スポーツ広げちゃったのがコースの人たちなんですから。だって絶対そうじゃないですか。もともとイギリス王室とかとね、仲良くしてたのが天皇家の人たちとかで、まあまあ中にはいろいろ言い合った仲とかあると思うんですよ。本当のところは水面下のところで。だから総裁としてはエネルギーの残存量問題総裁を作らなきゃならないんですよ。
赤十字社の総裁も一回降りなかったら医療業界を正すことが難しくなるから、本当は医療業界の総裁を一回雅子さまとかが退く、これが本当は正しい形で、医療業界今まで一番のさわってた高額収入を得てた人間、そいつが総裁になって訴えられるそう。世界中同時、どこの国も。もう日本単独はもうそこはもう違い方向、日本単独でね、させていただいたりした方がいいと思いますよ。もうそこ、赤十字社も医療業界は昔から悪さしてたことも、ものすごい横領事件、ものすごく悪いこと、人権違反、ものすごい悪いことをしていたから、もう死刑判決が出てもおかしくないことをしてしまってるから、コロナウイルスの件だけじゃないですよ。その、精神を生産されなくなる薬とかね。だからそんなものを使って、人権をないがしろにして、口封じを行ってたっていうことは、それも一人や二人じゃなくてね、今までトータルで何百万人一本だけでいるでしょうね。存在するでしょうね。だって、兵庫県だけで、病床の数が、200床ほど平均化してみると、まあ、それぐらいの規模の精神病院が28もあるんですから。で、もともと人口の絶対数が4000万人ぐらいしかいない。で、少子化が始まってる。で、まあ、国会議員の人たちとかは、高額所得者。年収2000万円以上。で、都政六法とか見てもらったら分かる通り、宿泊費用、まあ、社会的地位が高い人、まあ、課長以上だったら、一泊の宿泊費用、あれ、いくらでしたっけ？普通の公務員の人でも宿泊費用1万円ぐらいは出ますよね、一泊。あと、食事代が1000円ぐらい。で、まあ、まあ、課長以上の人とか部長とか、上の方であればあるほど一泊の、その、どうなってるんでしょうね。一応、六法全書とか、都政六法を見ただけじゃ分かんないですよ。その表だけじゃ。金額変わってる時あるから。どこが法律かなんて、本当に。何が法に従うやって。もう一般人から見たら、絶対そう思っちゃうんですよ。思うでしょ、皆さん、本当に。そんなに年収、高い年収安定してもらっていて、宿泊費用も自分で出さないのって、余計な法律がたくさんあるから余計な領収書がたくさん増えていくんだから、その辺なくしていったらいいんですよ。もともと作った給与の算定表があるんですから、そういった宿泊費用。そしたらエネルギーの残存量問題に対応してるようになるでしょ。一泊を宿泊させられたら高いお金払わされる。航空機代とか高いお金払わされる。じゃあ、インターネットでモニター会議テレビ電話会議どうせ書類起こったりするんだから、インターネット安い早い手軽で、時間的ロスも少ない、ただし画面十何人も集まって全員喋り出した、誰か議長を決めて、まあその辺のところはね、もともとの法律があるから、ちゃんとした会議だったら議長とか存在するんでしょうけども、この話あんまり続けると、市議会とか、県議会とか、傍聴できるようにしてなあかんとか、インターネットでっていう話になってくるんですけども、まあまあ僕が見たら、どうせあれこれ考えたら、どうせ伝わる分は伝わるんでしょう。でこれ人によって違うかもしれないんですよ。都合のいい耳持った人、自分の都合のいいことしか聞こえてこなくなるから、これ音声出して僕は言ってたとしたとしたら、まあその議会の妨害とかにも当たるっちゃ当たるんですけども、じゃあもともとのシステムの頭の中で考えた内容が一部分だけね都合よく聞こえてしまったら、反応の仕方とかで分かるじゃないですか。それ違います、違いますんで、いや、こういうことですって。だから、築地に新しいスタジアムなんか絶対作っちゃダメって。日本ハムもやらかしたもん。ねえ、本当にもう。もう福岡もそうですけども、まあ、福岡の場合はね、まあ、孫正義さん、本当は多分、中国系でしょう。ま
あれだけフェイクニュース多かった。もう僕もね、ヤフーの話とか元では中国なのか何なのか僕もよく分かんないんですよ、本当に。日本ではなんか向こうの孫正義さんのところのグループみたいなことを言ってたりしますけど、本当はソフトバンクが中国の傘下に収まってるんじゃないんですか、よく分かりませんけども。でインターネット上、いや名前どう見ても孫正義って孫正義って書いて、その時点でなんか本名かどうかよく分かんないでしょ。で三国志の時代に五の国、孫家の人たちがいて、孫権、孫策、孫権のまあどっからどこまで本当かはよく分からないんですけども、昔の人の描いた話だから、あんな距離歩けるわけないから、本当に興奮現場で戦ついた頃にもう動かれへんって、みんななんか食料、そんなあんな距離ね、中国があんな広い国土、僕兵庫県の一番体鍛えてた頃のその秀和株式会社の頃ね、2002年ぐらいの頃の冬場、中身の入った灯油缶4缶同時に持ち上げてスタッサー歩けるっていう、その筋力と体力、その頃の体でも僕兵庫県のその神戸市の港の方から豊岡の方まで歩いていけるかって言ったら、そんな大バカなこと絶対しませんよ。その時の体力でも絶対無理だから、途中で何回も野宿しなきゃなんないで、しかも水が途中で、僕の河川水門開閉式玉発電のね撮影、この間の東条川の撮影、大川瀬ダムと、東条湖、鴨川ダムから続く東条川から加古川に合流するんですけども、その河川を撮影している途中でもう日没を迎えて、水がもうペットボトルから全部なくなって、周りも真っ暗で、もうこんな状態です、もうほらペットボトルも水ないです、これだけ持ってきてって、本当はもうこれぐらいの時期でも5リットルぐらい持っていかなかったらなくなるから、田舎に自動販売機なかったら絶望的な状況ですよ。コンビニそんなになかなかない、その都市部で住んでる人の大きな勘違い、本当に精神病院の看護師、普通の看護師、もうバッカなわ、もうばあさんが働いていて、1日に5リットルも飲んでたら病院から出さないとか言うんですよ。僕にじゃなくて隣のベッドにいた人が言われてるんですけども、めちゃくちゃかわいそう。もうこんなこと本当は我ながら言っちゃダメ、本当に。もうものすごいえげつない金の稼ぎ方。自分でクーラー当たってるところでずっと仕事してるから、そんな感覚になるんよ。外で仕事してみろよって、本当に。180度で意見変わるよって。逆って5リットルぐらい水持っとかなあかんから。180度意見変わるから、頑張って、あなたが頑張ってないからそんな意見になるのよって、力仕事とかで、体力仕事、水つけてきそうになったらどれだけ焦るか、本当にバス停なかなかないですよ。途中でバス移しました、1日に1本この区間で買ったほしい、もうちょっと先進んでも1日にその曜日は何本かあるんですけども、火水木とかこっからここまでの路線はこの曜日とこの曜日だけで、1週間2回だけとか、自動車売りすぎるからこんなことになったんですよ、本当に。みんなが自動車買わなかったらちゃんとバスが運行してたのに、みんなそれ乗ってりゃよかったのに、どれだけエネルギーの無駄遣いをしたのか、本当にもうバッカさんたちがね、大学行った人ほど世の中のことよく分かってないから、自動車作りたがって、で票集めしたがって、高い給料を稼ごうとするでしょ、議員さん。本当にどっからどこまで横領事件にしたのかなっていうね、情報の平等性、全然テレビ局の人間が言わないか、僕はテレビに向かって言おう
みんなでもうこれ広めてくれたらいいっていうことで、ちゃんと放送法でそうなったやろって。防災って。地面からいっぱい採掘してるから地面の中は空洞化して一斉崩落で地震が発生してる部分もある。まあ火山地帯だから火山による影響も、それはもちろんそういう地震もありますけども、基本的には一斉崩落。世界中どこでもそれで地震発生してるんですから。掘り始めたのなんか平安時代からですよ。その頃にはもう金属とかしてね、あの刀とか作ってたんですから、もうこんな何百年も掘ってたら地下何メートルまで掘ってるんです。本当に本当に東京都は地下穴だらけにしてしまって地下鉄通した方ですよ本当に。それもともとそれを言ってるあのテレビの映像見たことありますから、昔の人が。まあちょっとあの話はこれぐらいにしておいて、何回も途中で言いますけど、チャンネル登録と着信通知と着信通知の設定、まあ淡井さんの動画見ておいた方がいいよと。まああの笑い話プラス知識的なことも、まああんまり長すぎるから覚えれないんじゃなくて、途中で一時停止を押してメモする重要なところ、それがあの重要なことを覚えるっていう要素で、まあまあ僕のホームページの何番を見たら分かるとか、そういうふうな形でもいいと思いますよ。データも一緒に載せてますから。まあ36番は絶対必須ですね。解決方法は58番です。地震に関してはまあ97番、あと天気関係に関してはまあ95番前後、台風の消滅だとか、もう最初から衛星いらないいらない、人間の方でどうにかできるから、人間プラス科学の方で情報の 99.9% 以上は海底ケーブルですからだから僕はね、佳子さまや皇室や国会議員の方たちへのメッセージで喋ってる内容によってね、その日一日で曇ってたのが晴れたり雨降ったり、喋ってる内容でそうなってるから簡単にわかるでしょっていうことぐらいっていう、それがね、いつわりかね、天気についてって書いてたのが、天気っていうワードを誰かが、それは多分人間が削除したんだと思いますよ。まあ、去年の実績で言うと、台風の数かなり減らしてます。それは1998年、一回台風の数、だいぶ削減したんですよ。実際被害出てないでしょ、ほとんど。日本で1998年被害出てましたっけ？なかったんじゃないですか。テレビでね、台風が来るって言うから、みんな心の中とか頭の中で台風が来るって思うでしょ。みんな神がかり的な力ある程度持ってるんですよ。じゃあ、何千万人もの人が台風来るって思うでしょ。で、テレビ局のアナウンサーが、ああいう風にね、ああいう風にこう、台風の大型化とかを言い始めるでしょ。それが台風を育てるんですよ。これが仕組み。スポーツの勝ち負けとかで言葉のワードを組み上げてっていう、そういうことを全部見てきた人は、青江さんの言ってることの方が本当だっていうことがわかるんですよ。で、今年日本列島で台風の被害なんかありましたっけ？もう5月ですよ。ないでしょ？去年ありましたっけ？なかったですよね。はて、誰が一番すごかったんでしょう。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定、よろしくお願いいたします。あと、いろんな人に広めていただけると助かります。